マリサ、この前教えてくれた福岡の締め工業所、実際見に行ってきたんだけどよかったよ。これがかつて国の重要産業として繁栄していた中心地の一つだったとは、鉱山跡も奥深い魅力があるねー。おお、それは紹介した甲斐があったな。今では大半が閉鎖されている日本の鉱山も、それぞれ地域を代表する一大産業だったからな。もちろん今なお現役の鉱山はあるが、少なくとも主要産業と言える状況ではない。当時巨大鉱山で働いていた人たちからしても、全盛期の勢いを踏まえると、まさかボロボロの廃墟になるとは夢にも思わなかっただろうぜ。この写真も凄まじいスケールの廃墟だね。これも鉱山の跡地なの？うむ、この写真は鉱山労働者やその家族の住まうアパートの跡地。日本最大の硫黄鉱山として優勢を極めた岩手県松尾鉱山の誇る、当時として最先端の近代集合住宅だ。松尾鉱山はこういった住居、そして学校や病院はもちろん娯楽施設も備わっていて給料も高い。雲上の楽園とも言われた現場なんだぜ。はい、日本にそんなところが。なかなかに興味深いだろ。ということで今回は東洋一の硫黄鉱山、松尾鉱山を紹介していくぜ。ゆっくり土建図鑑。さて、ではまずは松尾鉱山の概要をざっくり紹介しよう。場所は岩手県の八幡平。標高870メートルから1048メートルという高所に位置しており、1914年に設立された松尾工業株式会社が運営していた鉱山だ。ここでは主に硫黄と黄鉄鉱が採掘されていたんだけど、特にメインの産出物である硫黄は東洋一の埋蔵量を誇っていたと言われ、全盛期は約5000人の人々が働き、その家族も含めておよそ1万5000人が鉱山周辺で暮らしたという、それはもうすごい規模の鉱山なんだぜ。しかし、鉱山の業績悪化によって1969年に松尾鉱山は倒産。1972年には鉱山として完全に閉山しているから、もう50年以上も昔に硫黄採掘は終了しているんだ。全盛期に1万人以上が暮らしていたとなると、閉山は衝撃的なニュースだっただろうね。原因は硫黄がいらなくなったとかかな。いやいや、硫黄の使い道ってたくさんあるからな。医薬品、合成繊維、ゴム製品、そして農薬など幅広い用途があって、景気によって需要の波はあったとしても、いらなくなるってことはないぜ。それでも高度成長期になると、輸入の増加や石油化学の副産物で硫黄が得られるようになって、国内の鉱山で採掘するんじゃメリットが得られなくなったんだ。埋蔵量が多くないならわかるけど、東洋一の規模というくらいだったら、生き残っていてもおかしくない気がするんだけどな。まあ、そのあたりの事情は後から話していくとして、とりあえず、松尾鉱山が雲上の楽園とまで言われた全盛期を迎え、そこから一転して衰退し、鉱外という負の遺産だけが残されてしまった現在に至るまで、その歴史を順を追って説明していくぜ。ではまず、松尾鉱山の始まりに関してだが、これは1882年に硫黄の大露頭、つまり地表にむき出しになった大量の硫黄が発見されたことが大きなきっかけになっている。しかし八幡平地域は密林地帯であったこともあり、当初はこれを切り開いて大規模開発を行うための資金が集まらず、その工業権も様々な人の手を転々としていたんだ。そのような中、1907年頃に鉱山の経営を任されていた尾貫氏が山道を広げて木のレールを敷設し、硫黄鉱石を運搬する人力の二輪車を整備したのが、本格的な鉱山開発の第一歩と言われているぜ。なるほど、標高1000メートルの密林地帯を開発するのは、当時の人からすると相当厳しいよね。そう、この最初の開発も経営を軌道に乗せるには至らず、結局その経営権は資金力のある横浜の商人、中村房次郎氏に渡ることとなる。中村氏は、この鉱脈が硫黄鉱山として極めて有望であるという調査報告を持って、1914年に一族で経営する貿易会社、増田屋の子会社として、松尾工業株式会社を設立し、本腰を入れて硫黄採掘に乗り出したんだ。しかしその滑り出しは順調とは言えず、輸送機関の建設や坑道の整備などを雪のない約半年間の間に行うという過酷な初期投資、そして1920年には第一次世界大戦の特需で膨らんだバブルの崩壊による親会社増田屋の破綻など悲惨な状況だった。特に当時三井や三菱とも被験しうる大商社であった増田屋破綻のインパクトは大きく、資金面も営業面も親会社ありきだった松尾鉱山も経営危機に陥ってしまったんだ。増田屋が担っていた海外への輸出という硫黄の販売ルートも失われる中で、鉱山の運営をギリギリの状態でなんとか維持しながら、国内需要の開拓に奔走していたんだな。へえ、よくそんな時代を乗り越えたね。鉱山として繁栄するまで、ここまで厳しい道のりがあったとはな。ただその厳しい時代を乗り越えた先には、硫黄採掘に対する追い風も吹き始める。まず、製紙パルプ会社に代表される国内の重化学工業の発展によって、硫黄の用途、需要ともに大きな拡大期に入っていったんだ。
さらに1931年の満州事変を契機とした軍需の増大と、金輸出再禁止に伴う輸出の促進による全国的な鉱山開発ブームに乗っかって、松尾鉱山は国内の硫黄生産の8割を占めるまでに発展を遂げるんだぜ。しかしそんな調子の良かった時代には、急速な開発による弊害も発生していてな。例えば坑道に地下水や雨水が流れ込み、水と酸素という化鉄鉱が反応することで発生する、強酸性の鉱毒水が徐々に問題になり始め、坑道の発達に伴って落盤事故も発生するようになる。中でも1939年の落盤事故は、直径100メートルに及んで死者は80名を超える大災害になったんだ。当時はそういう負の側面もありながら、増大する硫黄の需要に無理して応えてきた、ということなんだな。うげえ、今の時代なら一発で操業ストップじゃん。鉱山で働くのって大変だ。ああ、確かに厳しい現場ではあったけど、それに報いるように時代とともに松尾鉱山の待遇は素晴らしいものとなっていった。戦後、鉱山設備の復旧と発達が進むといよいよ黄金時代に突入し、1950年代には、水洗トイレ、セントラルヒーティング完備で鉄筋コンクリート造という、当時として最先端の住居整備、また設備の充実した大型総合病院や、映画の上映や人気歌手の公演も見られたという娯楽施設も建設され、立派な小中高校だって開校していたんだ。この時代は全国から高待遇を求めた労働者が集まる、雲上の楽園とも呼ばれる状況となっていたんだぜ。さっき話していた人口1万人以上の時代だね。1969年には松尾鉱山が倒産するって言ってたけど、こんなに栄えているところから十数年で倒産なんて本当にあり得るの？うむ、鉱山の後継期は案外あっけなく終わってしまっていてな。まず、安価な輸入品の台頭が痛手だった。地下に水蒸気を吹き込んで硫黄を溶かし、パイプで吸い上げるフラッシュ法という技術によって、当時アメリカが世界の硫黄市場を席巻し始めており、1959年頃からはこの硫黄が日本にも輸入されるようになったんだ。すると、国内の鉱山よりも、はるかに効率よく高純度の硫黄を生産できた海外品によって、硫黄の価値は下がっていった。さらに1960年代後半には、公害対策として石油工業やガス工業のプロセスへ、脱硫工程の導入が始まる。燃料を燃やすと、そこに含まれる硫黄分が酸素と結びつき、大気中に有害な硫黄酸化物を撒き散らしてしまうので、燃料に含まれる硫黄を石油精製の段階から除去したり、また発電所なんかでは、燃やした後の煙から硫黄分を取り除こうという流れになったんだな。環境規制が強化されていた時代ということで、このような脱硫装置の導入は急速に進み、その過程で得られるさらに安価な硫黄があっという間に市場に流通し始めると、とうとう硫黄鉱山の存在意義も問われる事態に。しかも1950年代の終わり頃から、化学繊維業界の不振によって硫黄の需要が停滞していたのも悪さして、全盛期から15年後、1967年に松尾工業株式会社は大赤字に陥り、1969年には倒産してしまったというわけなんだ。その後、大規模火災の実験場として、1974年に木造住宅は焼き尽くされ、楽園と言われた鉱山の町は跡形もなく消滅してしまったんだな。そうか、確かに環境対策のついでで手に入る硫黄で十分ってなれば、鉱山がいらなくなるのは仕方ないのか。それでも、松尾鉱山は長く日本の産業を支えてきた偉大な鉱山だと言えるよね。もちろん、日本の発展になくてはならない存在だったのは間違いないんだが、ここで忘れちゃいけないのが、掘りまくった坑道のせいで鉱山から染み出す大量の鉱毒水。ここまで山が穴だらけになると、鉱毒水の発生もさすがにかなり深刻化しており、下流で北上川と合流することで地域を幅広く汚染し、社会問題にまで発展していたんだ。ただ、これほどまでに河川が汚染されていても、責任を持って対応すべき松尾鉱業はすでに倒産しているわけで、鉱毒水は垂れ流し、完全に負の遺産となってしまったんだな。げげ、こんな状態になるまでほったらかしていたとは、たまげたな。まあ、明らかに汚水の流出が多かった坑道はすぐに塞いだりしていたんだけど、掘削された坑道の最終的な総延長は約 225km にも及び、簡単に対処できる状況でもなかったんだ。結局、この問題は岩手県が国の補助を受けて汚水処理施設を建設し、排水路トンネルで鉱毒水を集め、施設で中和させてから下流に流すという対応を取ることとなったんだぜ。そうして1982年、およそ100億円を投じて一連の施設が完成し、鉱山で発生する強酸性水の中和処理を行って、そこで発生する不純物は貯泥ダムで沈殿。その上澄み水のみを下流に流すというプロセスの運用が始まったんだ。これによって北上川の水質は劇的に改善され、清らかな流れを取り戻したというわけだぜ。なお、施設の運営が始まって40年以上経過した現在も、中和処理は継続しなければならず、北上川の水質を守るために、年間およそ5億円程度が必要となっている。
というわけで、松尾鉱山がもたらした影響は良くも悪くも非常に大きく、会社が倒産して鉱山が廃墟化した現在は、その存在が忘れ去られそうになってはいるが、日本の産業発展と公害対策の歴史上、かなり重要な位置づけにあると思っているぜ。なるほどなぁ、協業的にも抑えておきたい施設と言えそうだね。うむ、これを機に奥深い国内鉱山の歴史に興味を持っていただけると嬉しいところだ。というわけで今回はここまで、最後まで見てくれてありがとうだぜ。